1992年のスポーツカー世界選手権。1992年のスポーツカー世界選手権は FIA スポーツカー世界選手権40年目。そして最後のシーズン。グループ C 車両が C1 と FIA カップの2クラスでタイトルを争う。1992年4月26日にイタリアのモンツァで開幕し、10月18日に フランスのマニクールで閉幕するまで全6戦で争われた。ルマン24時間と鈴鹿 1000km 以外すべて 500km レースで開催された。このシーズンをもって40年の歴史を持つスポーツカーの世界選手権は一旦終了することとなった。再開されるのはこの20年後、世界耐久選手権として2012年からである。1992年シーズンの開催は、 当初から疑問部がついていた。FIA はエントラントの減少から選手権の中止を計画していたが多額の費用を継ぎ込み、それを1年限りのシーズンで無駄にすることを望まかった。プジョーは FIA に対して圧力をかけ、選手権を開催するに値するエントリーが十分あると納得させた。これによって FIA は1992年シーズンの開催に舵を取った。 FIA はスポーツカー世界選手権において前年度に 3500cc 自然吸気エンジンを導入したが、これは、第一のものと等しく、最終的には統一規定による運営を考えていた。エンジン均等化の規定はシリーズにおいて引き継がれ、それまでに使用されていた3 5ーエンジン以外のエンジンを排除することとなった。したがって、ほとんどの車が、 同様のエンジンを搭載するようになり、新たなサブカテゴリー FIA カップが生まれることとなった。C1 クラスは10もしくは12気筒エンジンを搭載し、大半のチームがファクトリーサポートを受けた。こちらは主にプライベーターチームが参加し、多くがフォードコスワース DFRV8 を搭載した。C2 クラスが排除されたことで、マツダやポルシェは完全新設計のエンジンが必要と、 なった。エンジン寸法は大きく変化し、また新型車シシーの開発も必要になった。ポルシェはフットワークに供給した3512エンジンをすでに保有していたが、エンジン設計には大きく欠けるものがあることが判明した。ポルシェは当時予算面で苦しみ、3512の改良だけでなく962車シシーの置き換えももはや価値がないと決定し、 シリーズには戻らないこととした。マツダは1991年にロータリーエンジンでルマン24時間レースを制覇するという目標を達成したが、1992年シーズンはロータリーエンジンの使用が規定総合的で禁止されることとなった。マツダはスポーツカーレースにロータリーエンジンの開発を目的として参戦していたが、以後花ブランドイメージ工場のために参加し、それほど 意欲的ではないプログラムとなった。マツダスピードはカスタマーバージョンのジャガー XJR-14 を購入、わずかな改良を施しマツダ MXR01 とした。エンジンはジャット GV10 を改良したマツダメガボルト10が搭載された。この努力でマツダはスポーツカーレースに関与する間、多額の費用を節約するのに貢献した。 1991年シーズンですでに3.5リッターエンジン搭載車を投入したチームは、1992年シーズンへの参戦体制は、それぞれ異なった。メルセデス・ベンツは、パートナーのザウバーと共に1992年シーズンのための車両開発プログラムを推し進めた。ニューマシン C292 の開発は、新たな水平対向12気筒エンジンと共に、 進行中であ。しかしながら、1991年のエンジンには様々な構造的欠点があり、計画の推進は多額の費用の浪費につながり、1992年シーズンからの撤退を余儀なくされた。ジャガーは1984年から XJR プログラムを推進し、 1991年シーズンは XJR-14 の性能に満足しているわけではなかったが、すでにシリーズからの撤退を発表していた。カスタマー仕様の XJR-14 は1992年シーズン、新規参入する RMR と GP カーズに供給させることが約束されていた。 プライベーターチームは、ブルンモータースポーツの手による開発不足のブルーン C91 を選択するか、ポルシェ962を選択するしかなく、彼らのほとんどもシリーズ参戦を諦めざるを得なった。962を使用し、参戦を諦めたチームの中には、クレマーレーシングや、チームサラミンプリマガスも含まれた。クラージュコンペティションは、自社製シ,ャシーの開発費が不足し、 ルマン24時間レースのみへの参戦を決定した。コンラートモータースポーツのコンラートキロメートル -011 も1991年は不調であったが、1992年はランボルギーニの支援を受けて、開発を進める予定あった。ユーロレーシングは古くなったスパイス製車シーを新たなローラ T92、10とジャット製エンジンに取り替えるための資金を確保し、 1992年シーズンへの参戦をすぐさま確約した。チェンバレンエンジニアリングもスパイスのファクトリーサポートを受けての参戦を計画していた。プジョーの905とトヨタの TS010 は基本的なシャシーとエンジンは変わらなかったが、1992年に備えて改良が行われた。また、BRM の名が 自社製車 C の P351 及び V 型12、気筒エンジンと共に1992年シーズンに復活すると発表された。しかし、BRM の参戦があっても、1991年シーズンに、比べると1992年シーズンのクリットは、多くのプライベーター及び二大マニファクチャラーの撤退により、エントラント数不足なのは明らかであった。 1992年シーズンのスケジュールは1991年12月に臨時に承認され、FIA はルマン24時間レースと同様に 1000km と 500km のレースで構成された全10戦のカレンダーを発表した。1992年1月までに FIA はカレンダーを全8戦に縮小し、モンザとドニントンも 500km に短縮された。 カットされた数戦の代替として、マニクールでのイベントが設定された。ヘレス戦は最終カレンダーに残っていたが、サーキットが FIA 企画に改修されなかったためシーズン中旬にキャンセルされた。シルバーストーン 500km の前に、レースオーガナイザーはチケットの売り上げを高めるため、レース距離を約 250km に短縮するようチームに、 対して説得するよう試みた。しかしながらトヨタはこの提案を拒否し、レースは元の距離で行われることとなった。ポイントはいくつかの例外とともに、トップ10完走車に対して20から15から12から、10から8から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。FIA カップ車両は総合ランキングに含まれると、ともにカップのランキングポイントも与えられた。 第5戦では、チェンバレンエンジニアリング以外のエントラントがいなかったため、ポイントは与えられなかった。1992年シーズンの準備期間に、シリーズが将来も継続していく可能性がいくつか示された。特にプジョーからの約束は大きなものであったが、これは単に誤った望みに過ぎなかった。カスタマー仕様のジャガーは、シーズン途中も参戦継続を約束していたが、 決して目立たなかった。ランボルギーニ製エンジンを積んだ、コンラートのシ,ャシーも開発継続を約束したものの、レースに参戦することはなかった。BRM はルマンのみに参戦し、20ラップだけでリタイアした。ルマンの後彼らは開発を停止した。結局1992年シーズンは905、プロジェクトに大金を投じたプジョーによる905、披露するためだけのシーズンとなった。 1993年シーズンの開催の望みはわずかなものであった。プジョーの参戦継続の約束以外には日産が P35 による参戦の意思を示しており FIA は暫定的に1993年シーズンの開催を発表した。しかしながら日産は経済的理由で P35 での参戦の取りやめを発表。これによってエントラント不足は 決定的なものとなり、FIA は1993年シーズンのキャンセルを発表した。これは40年続いたスポーツカー世界選手権の終焉を意味することとなった。スポーツカーレースは統一された世界選手権が存在せず、世界各地により小さく分離したシリーズとして残されることとなった。日本では全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権が開催されていたが、 これもエントラント数減少により1992年限りで中止となった。北米大陸で行われるイムッサ GT 選手権もエントラント数の不足に苦しみ、1999年にアメリカンルマンシリーズにとって変わられた。FIA は1999年にヨーロッパスポーツカーレーシングワールドカップに代わって FIA スポーツカー選手権の創設を試みたが失敗し、 2003年までに終焉を迎えた。スポーツカーレースにとっては受難の年が続いたが、2004年にフランス西部自動車クラブによる2つのシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズ及びアメリカンルマンシリーが確立し、日本では2006年に全日本スポーツカー耐久選手権が創設された。しかしながら全日本スポーツカー耐久選手権は2007年シーズン限りで終了した。 2009年 ACO はアジアンルマンシリーズを創設した。最終的に ACO は2010年にインターコンチネンタルルマンカップを創設。これは2012年に FIA 世界耐久選手権に解消され、ようやくスポーツカーによる世界選手権が復活することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。